東京都北区赤羽っていう、あの山田孝之さんが出てるドラマがあるので、興味がある人は見ていただけると。その山田孝之さんのドラマのネタバレになる部分もあるのでちょっと説明をすると、まあ役に入り込んじゃう役者さんなんですよ、山田孝之さんって。でなんか侍の役でするシーンがあるんですよね。首を切るだか腹を刺すだか。でそのシーンの撮影をしているときに、まあもちろんその刃物は偽物を使うわけですよ。本物だと死んじゃうからね。で監督に向かって、俺ちょっとこれ違うと思うんですって。あ、監督がどうしたどうしたって言って、これ偽物じゃないですか、これだと俺死ねないっすよ、俺死ぬ役じゃないですか、だから死にたいっす、真剣持ってきてくださいって言って、みんなドン引きするっていうシーンから始まるんですよ。でちょっと休んだ方がいいんじゃないか山田くんみたいなこう感じでこう周りが言ってたら、なんかたまたまその東京都北区赤羽っていう漫画を描いている清野さんっていう人がいるんですけど、清野さんの漫画を見て、あれ赤羽ってちょっと面白いんじゃねって思って赤羽に行こうとするっていうので、で最初その赤羽のね、なんか信仰協会みたいなところに行って、赤羽に住もうと思うんですよっていうのを山田さんが言うんですよ。で赤羽信仰協会の人が、やめた方がいいっすよって言うんですよ。お前信仰するつもりでその協会やってんじゃねえのかっていうので、みんな心の中でツッコミを入れるっていうドキュメンタリーなんですよ。ドラマ仕立てで一応あの毎週やってますけどっていう不思議なドキュメンタリーの東京都北区赤羽、興味のある人は見てみてください。はい、ひろゆきさんの中で優秀だと思う映画俳優は誰ですか？役者として優秀かどうかって結構オフで分かるんですよ。で僕が知る限り、キアノリーブスと薬師如意さんもそうなんですけど、山田孝之さんもオフの時にヒゲ伸ばす人です。なのであの人も役者としては優秀だと思います。はい、役者って自分の人生を捨てて他のその役になりきるということがどれだけできるかなんですよ。じゃあ映画のために減量するみたいなのって当たり前だよねとかってあるんですけど、そのキアノリーブスって自分の人生ない人なんですよ。自分の人生がないから、この役やれ仕事ですって言ったら完全になりきれるんですよ。だって自分の人生ないんだもん。で、あの日本で行くと役所広司さんとかそうなんですけど、役所広司さんって映画の仕事してない時ってめちゃくちゃヒゲ生えてるんですよ。でなんでヒゲ生えてるかっていうと、ヒゲ生えてる仕事がたまたま来た時ってヒゲ生えてないとできないじゃん。じゃあこういう役者必要だよねっていう時に、ヒゲ生えてない仕事が来たらヒゲ剃ればいいんだけど、ヒゲ生える役が来た時ってヒゲ生えてる人しかできないじゃん。なので本当に役者に集中してる人って仕事ない時ってすぐヒゲ生やすんですよ。でキアノリーブスのオフ写真って結構出回ってると思うんですけど、めっちゃヒゲ生えてるんですよ、オフの時。自分が仕事を受けた時にヒゲ生えてる役がやれるようになるんですよ。で太った役やりたかったら飯食えばすぐ太れるんですよ。でも痩せる仕事が来ました、ヒゲ生えてる仕事が来ましたっていう時って、ヒゲ生えてない人もできないし、痩せる人しかできないんですよ。太るのって1週間あればすぐ太れるんですよ。なのでそれぐらいプロフェッショナルなんですよ。なので優秀って話です。はい、ちなみにヒゲワイさんがヒゲおじって名前名乗ってるんですけど、あいつヒゲ生えてもねえし太ってもいるんでね、プロ意識って何なのっていうと、あいつの対局にいる話です。はい、トイストーリーの、トイストーリーの声優やってるんだ、ヒゲワイさん。へー、ヒゲワイさんじゃねえ、キアフリーブスね。はい。